スリー・ハリスさん、東芝株について一言お願いします。はい、東芝株ですね。今こちらの画面を見ていただきますと、サービス特設注意とあります。まあ、サービスというのは普通にサービス株のことを言うんですけども、特設注意というのは、不正会計ですね。不正会計など、問題のある株のことを、特設注意株と言います。で、特設注意株、今下の方を見ていただくと分かりますが、東芝とありますね。これが特設注意株で、この特設注意株を通り過ぎると整理ポストという株に入ります。整理ポストというのは基本的にはもう倒産しますよという、そういったまあ、倒産株と言っていいんですかね。それを整理ポストと言います。それが、実は次の画面に4社入っておりますが、あえてそれはちょっと映しません。で、うちのジルニャンがですね、東芝倒産しないでくれと、東芝倒産しないでくれと父ちゃんにですね、こうやって言ってるわけですね。しかし残念ながら、特設注意で、こちら東芝ですね、今日も暴落してますけども、またアメリカでですね、不祥事があったということで、今日3月9日ですね、朝一番で、報道されております。以上、これが 特設注意という注意株ということで、今現在、株式会社東芝さんは、継続中ということで、ニュースが入ってきております。以上です。はい、ありがとうございます。